空夜最中は銀座の和菓子店の空屋が製造、販売する最中。二三口で食べられる小ぶりの氷炭型をしており、焦がしたもち米の皮は中央に王子で空屋と刻まれ、中は小豆餡が入っている。明治時代から作られ続け、入手困難な幻の最中とも言われる。隠し味なしでシンプルに小豆と砂糖で作った、すっきりと控えめな甘さの餡と、 香ばしくほんのりほろ苦い皮のコンビネーションが空や最中の魅力であり、出来立ては皮がパリッとして餡が中から飛び出してくることもあるが、日数が経つと皮と餡が馴染んでサクッとした食感に変わる。そうして日ごとに変わっていく味わいの変化も空や最中の楽しみ方の一つである。一年を通じ常温で一週間ほど日持ちし、固くなった場合は数個まとめて鍋に入れて、 水を加え、汁粉にするのも良い。空也最中の一番の特徴は、焦がし酒と呼ばれる、香ばしい皮である。皮は代々付き合いがある専門店の種一万に特注している。氷炭の形は、もち米で作った四角い餅を押して、型にしている。また、それを軽く焦がして、風味をつけるが、これは、空也の初代が、ひいきにしていた九代目。 一川段十郎の楽屋を訪ねた折、段十郎が長火鉢の引き出しから最中を取り出して炙って進めてきて、それが美味なのに漢字入ったのが始まりである。中の案は店が入っている銀座のビルの7階で毎朝7時から仕込んでいる。使っている小豆は北海道の契約農家が元老薬で栽培した元気豆で、それに白ざらめを加えて十分に火を入れて炊き、 仕上げに水飴で艶出ししている。添加物や保存料は使っていない。あんを練るのに機械を使ってはいるが、煮え具合、水分の蒸発具合、香りなどは熟練の職人が入念に目を光らせ仕上げていっている。あんを皮に詰める作業はビルの地下1階の機械で行っている。空野菜中は1日に約8000個が作られるが、人気が高く予約なしで買うことはほぼ不可能で。 宅配などはせず店頭での現金販売しかしていない。2017年時点で1個103円である。空屋の店構え、空屋の初代は、元は畳屋として江戸城に出入りしていたが、大政奉還で職を失った。そして、氷炭を叩きながら踊る踊り念仏の関東空屋州で親しくしていた、日本橋の栄太郎里資本式の主人から職人を集めて、 和菓子屋になることを勧められ、1884年に上野の池の旗で店を創業した。したがって、屋号の由来は、空屋商人であり、空屋最中の氷炭型も踊り念仏で使う、氷炭に由来する。空屋は、夏目漱石をはじめ林文子、船橋誠一など明治から昭和にかけての文豪たちから懇意にされ、我が輩は猫であるなど、彼らの作品の中で、 空も屋も中屋空屋持ちがしばしば登場する。初代は後継ぎがいなかったため大番頭だった山口家がその後は代々店を継いでいる。池の旗の店は1945年の東京大空襲で焼け、1949年に三代目の知人の勧めで銀座へ移転し、木造二階建ての店構えで店を再開した。1973年に 現在のビルに建て替えて、中に製造機械を導入した。空也は、空也最中以外でも、繊細な細工を要するというよりは、江戸らしい比較的、シンプルな和菓子を主に手掛けており、2011年には、あんの魅力にフォーカスした姉妹ブランドの、ソライロを立ち上げた。ありがとうございます。